モーガンタウンのダウンタウンモーガンタウンはアメリカ合衆国ウェストバージニア州北部に位置する都市。ピッツバーグの南約 90km、シュー都チャールストンの北東約 210km に位置している。市の中心部は北緯39度38分1秒成形79度57分2秒に位置し、標高は 293m である。ダウンタウンは モノンガ平ラ側の東岸に広がっている。人口は29,660人。地域面積は、26. 2 6 2キロ平方メートルである。モーガンタウンと市圏は129,709人の人口を抱えている。モーガンタウンはウェストバージニア州を代表する州立総合大学、ウェストバージニア大学が本部キャンパスを置く大学長である。 同学は1867年創立で学部生約2万1000人、大学院生約7000人を抱える大規模大学である。同学はダウンタウンの北側にメインキャンパスを構えているほか、市北部にも広大なエバンズデールキャンパス及び保健学キャンパスを有している。エバンズデールキャンパスには工学部、農学部の校舎や学生寮が置かれている。保健学キャンパスには 医学部、私学部、保健学部の校舎、大学病院、およびマウンテニアーフィールドが立地している。同学のスポーツチーム、マウンテニアーズは NCAA のディビジョン I に属する、ビッグイーストカンファレンスに所属している。ダウンタウン、およびウェストバージニア大学の各キャンパスは、モーガンタウンの新交通システム、モーガンタウンパーソナルラピッドトランジットで結ばれている。 ウェストバージニア大学、モーガンタウンの歴史は、フレンチ・インディアン戦争と独立戦争の両方で、戦った、ザック・キル、モーガン大佐が、1772年にこの地に、現在のフェイエット・ストリートとユニバーシティアベニューにあたる、通りを付設したことに始まった。独立戦争終結後の1 7 8三年、モーガンは、ウィリアム・ハモンド少佐に命じてこの地を測量させ、通りを敷いて、 区画に分けさせた。モーガンはそのうち、デッカーズクリークの合流点に近い約1.6キロ平方メートルの土地の所有権を獲得した。1785年10月、バージニア州議会は、約20万2000平方メートルの土地をモーガンの町として承認した。1838年2月3日、バージニア州議会は、モーガンタウンを正式な市として承認した。 この当時のモーガンタウンの人口は700人であった。1863年にバージニア州から分離独立する形でウェストバージニア州が成立するとモーガンタウンはウェストバージニア州の市となった。モーガンタウンパーソナルラピットトランジットダウンタウンの北東約 5km にはモーガンタウン市営空港が立地する。この空港はゼネラルアビエーションと呼ばれる。 自家用機やチャーター機、ビジネスジェットの発着が主となっている空港であるが、定期旅客便も1便だけ、ワシントン DC のロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港からの US Airways の便が発着する。利用可能な範囲内にある、より路線数、便数の多い空港としては、ピッツバーグ国際空港が挙げられる。モーガンタウン市内から同空港へは、車で約1時間半である。 モーガンタウンの南では、I-79 と I-68 が合流、分岐する。I-79 は北へ、ピッツバーグやエリー方面へ、また南西へは、チャールストン方面へと通じている。モーガンタウンを西の起点、終点とする。I-68 は東へ、カンバーランド方面へと通ずる。市内の公共交通は1975年に、 営業運転を開始した全長 13.2km の PRT のほか、マウンテンライン交通局の運営する21、系統の路線バスもでカバーされている。また、同交通局はピッツバーグ国際空港やクラークスバーグへもグレーラインと呼ばれる I-79 乗を走る中距離高速バスの便を走らせている。モーガンタウンはメキシコのグアナフア都市と 姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。